中日宇佐美と高木レニの離婚の理由がこちら。何？完全に別居婚やろ。立浪から見えないプレッシャーあったんだろうな。マジでタレント嫁嫌ってるからな。立浪のせいってマジなの？立浪って愛され無能路線に突入かと思いきや、普通に人格の劣悪さを見せつけてきて油断を戒めてくれるよな。両者とも現役バリバリで仕事してて生活拠点が離れてる。むしろ結婚生活の実態まともになかったんやないの？結婚まではあって盛り上がってというのはあるんやない？旦那単身赴任で遠征ばっか、嫁現役アイドルで多忙ではあってすらいないやろ。名古屋と東京じゃ合わなかったんだろうな。立浪が宇佐美に嫁さんのことで結構言ってたって噂あるけど、それもありそうだよな。立浪のせいがトレンドに入ってたくらいだしな。さすがにないだろと思ったら、一月くらい前にそれを裏付けるかのような記事がすでに書かれていたというのがまた。立浪関連は後から事実が追いかけてくるから、マジで侮れん。お前らチャンスだぞ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。